モ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんでーす。本日は千葉県柏市にありますね、野田線のね、新柏駅降りて目の前、日の丸新柏店さんに来てます。ということでね、前回こちらのお店に来た時は、ね、ニューパルサー SP を打ちまして、何も起きないっていうね。ね、あの時初打ちだったんでね、あのフラッシュモードにすればね、何かしら起きるのかなと思ったら何も起きないってことをね、まあもうその時は知らなかったんですけど、まあね、まあ、今日は店番のあるようにね、せっかく撮影に協力していただいてるんで、店場を作ってね、そして勝利で終われるようにね、頑張りたいと思うんで、早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきました日の丸新柏店さん。それでは早速店内のデータを見に行きましょう。はい、ということでね、まずはオス番長数69669295252のない、鉄拳デビルに北斗の拳、そして奥が信頼の筋肉マン、バジリスク、おおい、でかいね、見やすい、6300枚オーバー、4200枚オーバー、こちら6000枚オーバーで、4000、4000、3700と、すごいね。あとはですね、ジャグラーコーナーとかあるな。一応ちょっとね、ジャグラーが結構いっぱいあるんで、さっさとジャグラー見ていかないとダメだな。ビッグ確率か、これ。そうだね、ビッグ確率が出てんだ。ちょっと弱いな。要はビッグ確率を見てレギュラーが1対1に近ければいい台と。失礼します。あ、どうもありがとうございます。あ、バカバカなんだね。頑張ります。ない。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。249だけどな、ちょっとバケが。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。あ、どうもありがとうございます。頑張ります。ちょっといい台をお客さん掴んでる感じだったんだね。空き台の中ではちょっと見つからなかったかな。あ、どうもありがとうございます。うっす。あ、どうもありがとうございます。ねえ、いい台。30の29、いい台だね。さあ困った、いいだよ、お客さん座ってる。はい、やばい、あと10分ちょいだ、時間ないよ。花花か。いやー、ジャグラーのがいいな。ジャグラー行こう。ごめんなさいね、すいません。前で行こう、前で行こう。今日はこれ。こいつでいきます。もうね、ちょっと時間ないんで、 こいつね、まだね、ちょっとね、マイジャグラー2でね、ヘイテン君勝ったことないんでね、どうしても勝ちたいんでね、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということでね、ちょっとね、今日は難しかった、悩んでたらね、残り8分しかない。急いで行ってみたいと思います。はい、お座り一発チャンス。なんもないね、いつも通りです。ブダウ、一番強い台開いたよ。まだね、席を立ってないんでね、移動できないよ。はい、残念、強い台が開いたんで移動します。ブダウ、あ、すごい、あ、すごい、いい台、いい台ね、間違いない、これで行こう。はい、じゃあ2代目マイジャグラー。お座り一発チャンス。なんもないね、ダメだ。はい、残念、ブラウー。残り5分でもね、やっぱね、いい台座った方がいい。持ち玉移動だったんでね、これ50枚目、ラスト。あー、リプレイ粘るね。
残念、追加倒し。あー、貸し出し。30の30。しかも244分の1。いいね。ってことは120ちょい？ってことだよね。やっぱね、こういういい台はギリギリにならないと上がねえから。うん、あと3分ぐらいしかないかも。やばい、100枚目が、100枚目。あはは、追加だし。残念。最後の1ゲームまで諦めないぞ。よい、みんなすごい見てるよ。みんな見てる。怖い、どうしよう。無駄。さあ来い。やばい、時間ないよ。さあ来い。あはははなれた、なれた。マジか。最後の1ゲームまで諦めんなよ。はい。ずるいか。胸、胸。はい、それでは早速使い切れなかったコイン流したいと思います。えいえい。じゃらじゃら、18枚。はい、ということで今回の結果18枚。胸。はい、実戦終了、実戦終了。はい、今回のヘイテン君マイジャグラー2を打ちまして、投資枚数が150枚の、使い切れなかったコインが18枚ということでマイナス132枚です。無念。いやね、最初にね打ったんですけど、まあ、皆さんねがっちりいい台掴んだんでね、もうとりあえずこれでいこうって決めた台で打ったら、ちょうどね一番強い台が開いたんでね、速攻で移動して打ったんですけど当たんなかった。いやーねー、マイジャグラー2ね、閉店くんシリーズではなかなかちょっと結果を出せてないんでね、今後この先ね、いつかはちょっとね、いつかあの奥のね5号ランプをね光らせたいと思います。ということでね、お店は悪くないよということで、こちら日の丸新柏店さんの宣伝をちょっとだけ、この動画が配信される前ですね、1週間前消えたね、ついたね、1週間前、この動画が配信される1週間前ですね、花のケージスロットコーナーのこちらの方ね絶賛稼働中。そしてね、19日、11月の19日にはパチンココーナー、必殺仕事人の大カランブ、こちらの方が導入予定となっております。あとですね、話題の信頼はもう続々導入予定ということでね、もうビッグネームが控えてますんでね、例えば秘宝殿とかね、その後はねもうちょっと言えない。まあね、皆さんも多分分かってると思うんでね、それの情報はですね PR とまたはメール会になってね、情報をゲットして、ぜひこちら日の丸新柏店来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えい。